まあ、なぜ、あの、パンダスを勉強しとくといいのかっていうと、えー、まずパンダスって何っていうと、えー、まあ、あの、データの解析用の、えー、パッケージ。パッケージっていうのは、あの、ライブラリーでもいいし、モジュールって言ってもいいんだけど、一応、Python ではパッケージと言います。で、えー、っと、基本になる概念はデータフレームってやつです。あの、Excel のシートみたいなもの。それを用いてデータの加工が、あの、 まあまあ高速にできる。まあまあっていうのは、エクセルなんかよりははるかに早い、うん。だけどもっと早いのもある。まあ後で紹介します。あと、多分、私エクセルってあんま使わないんだけど、大きさに制限があるんだね。多分、えっ、ー、と、どっちだっけ行か列かを ABC でやってるので、ずっとやっていくとなんか限界値が。多分、えっ、ー、と、普通の、えー、と数字の方も限界があって、あんまり大きいと、 まあ、どのみち開けないしね、あの、エクセルはね。で、みんな社会人の人はエクセルばっかり使ってやってるんだけど、非常に仕事が遅くない非常に大変。これでやると早く仕事が終わるので、特にデータを加工したりするときは知っておくといいし、えー、まあ、あるあのデータサイエンティストの協会とかで、えっ、ー、と、使ってる人っていうと、先週使ったことある人っていうと、ほぼほぼ100%アンダスっていうのは使ってる。 で、えっと、データの形式ってい,いろいろあるんだ、ね。後で話すけどね。それを、えー、読み込み書き,書き出しっていうのが、まあ全部簡単に同じようにできる。で、一応弱点もあって、いわゆるビッグデータ、すごくでかい。えっと、アウトオブコアっていうんだけど、コアっていうのは、いわゆる自分の持ってる計算機のメモリね。そいつを、に入らない。全部、一応、あの、パンダスとかはメモリに全部入れてやる。出ないと早くなんない。 インメモリでやるんだけど、そのアウトオブックバになってしまう、ビッグデータ。うん。あの何億変数とかね、何億データみたいな。だったりすると困ってしまう。それでも同じ文法、パンダスとほぼほぼ同じ文法で処理できるっていうライバリがたくさん出てくる。で、これは来週と最後に教えようと思うんだけど、下の方に、あのさっきの演習のページの下の方にパンダスグイとかパンダスプロファイリ i みたいで、簡単な GUI がついていて、 Windows で動くかどうかは分からない。こっちはね。こっちは多分動く。うん、こっちはちょっと Mac だけかもしれない。という、まあ、簡単な GUI があって、まあ、Excel みたいな感じで、えーっとまあ、図を出したりもできるで。当然オープンソース。で、実際にその、実際の現場でどう使うかっていうと、まあ、会社のデータ、あのまあ、日本の場合、ほとんど Excel で処理していると思って間違いない。 まあまあ、ちゃんとした会社だとデータベースを使ってる。いずれにせよ、えっ、ー、と、まあ、ここにはね、あの、ちゃんとしたデータが入ってないんだね。抜けがあったり、ぐしゃぐしゃだったり、えー、重複があったり。で、そういう Excel ファイルを、まあ、毎日駆使して、いろんな意思決定をしている。うん。っていうのがほとんどなんだけど、えー、それを今言ったデータフレーム。データフレームっていうのは、ここに書いてあるように、えー、行と、 行と列、コラムに、えっ、ー、と、まあ、あの、からなっている。ここにデータが入っている。何行何ですっていうところにデータが入っている。で、こういうのをデータフレームと言います。データフレームっていうのは、パンダスだけじゃなくて、いろいろな、このデータ解析ツールのコアになっている概念で、で、えっ、ー、と、この、パンダスだと、えっ、ー、と、行のことはインデックス。で、コラム、で列の方はコラムに図とか。 がつくまあ、まあそれはあの演習のところで勉強してください。でこれにしてくれるんだ、ね。でこれは非常に軽くてえサイズも無制限だしいろんな加工がすごく簡単にできるデータをきれいにする。データの入ってないところを外しちゃってとかね置き換えてとか平均値で置き換えてなくても簡単にできる。データの解析をする。うん、解析するときは他のパッケージ、えーと、統計パッケージは後でやるけどスタッツモデルです。 機械学習だったりすると、えー、サイキットラン。で、それとの接続を、このデータフレームを通じて接続するっていうのも全部入っている。だからデータフレームそのまま持ってって、えー、サイキットランは、えー、とそのままだとできない。だけど、えっ、ー、と、これも後でやるパイカレットだったりすると、そのデータフレームそのまま持っていけばいい。っていうので、一旦このデータフレームにしてしまえば、えっ、ー、と、解析をしたり、あと可視化ね。えっ、ー、と、こういう図を出す。こういうプロットする で、これは、えっ、ー、と、パンダスの中にもあって、データフレームの、えっ、ー、と、ドットプロット。データフレームっていうのはオブジェクトだから、えっ、ー、と、プロットメソッドっていうんだったね。プロットってやると、で、プロットドット、えっ、ー、と、ヒストグラムとかやると、ヒストグラム。で、スキャッターってやると、えっ、ー、とこう、サンプス。で、これは箱ヒーゲーかな知ってるかなボックスプロットっていうまあ、後でやります。で、一応、授業だとデータベースとか Excel ファイルだと面倒くさいんで、えっ、ー、と、CSV ファイルね。 カンマ、セパレイテッドバリューかな、うんあの。カンマ区切りのテキストファイルっていうのを、えー、どっかに置いてあるのを、えー、とそのまま、その URL を入れればね、ホームページのアドレスを入れれば読んでくれるっていう read.csv っていうのを使います。Excel 読むときは read.excel。うん。で、ただ、あの、新しい形式の Excel は XLS っていう属性してないんだよね。XLSX が新しい。 それは、そのままで読めないんで、こういう、これも、あの、時間があったら、えー、確か先、先進的な、えっと、パッケージっていう,いうところで入ってるんだけど、直接は教えてないと思うんだけど、o p e n パ y e x c e l っていうのがあります。これ非常に便利で。日本の会社だと本当に Excel の、あの、エクスパートがいるんですね。非常に凝った Excel がある。そういうのを読んでくるときは、こういうツールを使うと簡単に読んできて、同時に Excel に出すこともできます。これも、あの、OpenPyExcel を使えば、 えっと、XLSX の最新のやつにも出せる。普通だったら 2XL ってやれば、うん。で、えっ、ー、と、他にも、まあもちろん、あの、データベースとか、えっ、ー、と CSV にもね、2CSV ってやれば CSV にもる。だけど、実際に、えっ、ー、と、なんていうのインターネットを通じてデータをやり取りする。例えば、ウェブ上に置いてある API っていうのが、だね。えっ、ー、と、アプリケーションプログラムインターフェース。そのインターフェースどっかの えっと、サーバーに置いてあるのにデータを流したりするときは、最近よく使うのはこれです。JSON p y えっ、ー、と。で、この JSON というのは、まあ、あの、Python の辞書みたいなデータ構造で、それをテキストにしたやつです。でそれに、まあ、変換してくれますで。これによっていろんなものとのやりとり、API とか、他の Excel とか、うん、他のパッケージっていうのができるというので、ま、ぜひ、えっ、ー、と、まあまあ理解しておくのがよろしいかと思います。 概念としては、まあ、こっち側列、列ごとにデータ形式、あの、データの、えっと、データタイプって言うんだけど、が大事で、データタイプ、例えば日付型とかね、おここは、えっと、不動小数点って入ってて、となると、データタイプが同じなものは何パイの、何倍の NDR、N 次元配列。だから基本は、これ持ってきたら、これは何倍の配列だなと思って、何倍のところで習った切り出しとかね、いろんな操作を 適用できるんだ、ね。何倍も早いから。というので、えっ、ー、と、まああの、高速に処理ができるとでで最近は、まあ、パンダスも非常に歴史が長い。ずっとみんな使っているので、いわゆるその枯れたパッケージ。枯れたっていう意味は悪い意味じゃなくて、すごい安定している。バージョンアップはするんだけど、そんなに大幅には変わらずに、多分消えれなくなることはない。し、新しいパッケージ。えっ、ー、と、これ、バイックスっていうんだけど、まあそこまあまあ、いっぱいあるんだけど、まあ、これが多分いいかなと思う。 えっと、パンダスでメモリに入りきらないようなでかいビッグデータ、まあ。あんまり、あの、サプライチェーンの現場ではあんまりないんだけど、まあ、たまにあったりするでしょう。そういう時はこう、これに切り替えて、で、これパンダスね。こっちがパンダス。こっちバイクス。見ての通りやっり、ちょっと違うのもあるんだけどね。ちょっと違うのもあるんだけど、まあ、ほとんどあの同じように作ってあわざと変えないように。ね、えっ、ーと,えー、と、ファイルを読むときは、パンダスという、 えっと、パッケージのこれ別名ってなったらね、本当はパンダスを、えっ、ー、と、インポートパンダスア s PD っていう別名に沿っておくと、パンダス .readcsv。で、ここにファイル名入れればでバイ b クスもバイエクスという、えー、パッケージをインポートバイエクスでやっておくと、readcsv 同じですね。で、これちょっと違うデータ形式やるときは違う話になる。えっ、ー、と、パークエットっていうね、えー、アパッチかな作ったやつとデータを、えと、ー、 大規模なやつを読むときはこれを使うかもしれないんだけど、バイクスはオープンでいいとか。データフレームの大きさを知りたいときはレンでいい。レン、長さのことね。平均は、えっ、ー、と、これ、列名が X とすると、データフレームの X 列、列の名前にドットでアクセスできるんだね。これも便利。で、でドット Mean ってやると m e a n ッドい h o d 関数みたいなものが動いて、これで平均出てくる、ね、X 列の平均はっていうとこれ。バイクスの関 で、標準偏差。スタンダードデビエーションって言うんだけど、分散のルートね。もうこれ出てるから。<laughs> で、X 列と Y 列の和を取りたい。両方数値が入っててね。っていうのは DFX たす DFY って言うと、全部、あのフォーループ回さなくていいんだね。全部一気に計算して。たとえば1億、えー、行あったとしても、まあ、ほぼほぼ一瞬で終わる。 でもだから何倍であったよね。何倍であったように、えー、そういうのを高速に演算してくれるようなものが入っている。<laughs> で、えー、足したものの平均は、だから足したものの、えー、いわゆる、えー、とシリーズっていうんだけどね、えーとあの、パンダスのデータフレームの1個の列っていうのは、まあと7個シリーズってあって、そのシリーズの、えー、っていうオブジェクトの min を取れば平均が出てくる。みんなこうやって なんとかドットなんとかドットってつなげてやるといちいち保存しないので、メモリ,メモリにも優しい。これも同じ。うん、で、えっと、値のが何個入ってるかはカン、バリューカウントをやればこれややこしいんだけど、えー、今わかんなくてもいいんだけど、グループバイっていって、えー、Z で集約して、集約した後に X については平均と標準偏差出してるみたいなこともできます。これも早い。ジョインっていうのは、えー、2つの、えっ、ー、と、 データフレームを合わせる。合体させたりする。で場合は、ジョイン使うマージがないのか。だから若干ね、抜けてるのもありますけど、まあ、あの、ほぼほぼ入ってで、こっちがそのスピードの比較なんだけど、えっ、ー、と、ちょっとちっちゃくて。一番やり側がバイクスで、これ、三つの、えっ、ー、と、まあ、まあま、あ重たい操作をやらせてらこれ、最初の操作。グループバイかなこれ。これだね、グループバイ。やらせると、バイクスこれ大きい方がいい。バイクスが一番早くて、 次がこれ、スパーク。パイスパークって言ったんだね。うん。これも昔はやったんだけど、文法はややこしいんで。で、えっ、ー、と、コアラス。えっ、ー、と、ダスク。うん。ま知らないな。DTTC だけど、えっ、ー、と、まあ、バイクスが一番早い。これも圧倒的に早い。他のやつはみんな遅い。これも早い。というので、まあ、あの、安定して早いので、えーと、バイクスを大きい場合はね、えっ、ー、と、メモリに入る場合は、バイクスは、えっ、ー、と、そんなに早いかありません。パンダスに負けることが多い。 勝つ場合もあるデータを読んだりするのが、これだね。リード CSP は早いんですけど、あとのは多分、そんな早くないし、あの、ない、コマンドもあるので、基本パンダ使ってればいいよという話。だから、皆さんはパンダスを勉強してて、会社に入って、ものすごいでかいデータでなんかやれって売れて、無より入んないってなったら、外注しないで、バイクスを入れればいい。あの、普通にピップインストールバイクスってばいい。いうことで、パンダスをやっておけば、えっ、ー、と、まあ、将来、 いろんなデータの分析ができる。し、えっ、ー、と、まあ、Python 自身も遅いんだけど、ナンパイ使えばとても早い。さっきちょっと文章ってが出てきて、3万5000倍早いよって話があったんだけど、えー、ちょっと計算してみたら、NumPy、えー、の方が早い。NumPy は3万5000じゃなくて、もっと、えー、135万倍かな,かな、か、え、ら、ー、早い。というので、まあ、安心して使えると思います。